アティックシアターの岡田隆二です。よろしくお願いします。天気予報で台風一過ってあるじゃないですか。あれは昔俺はずっと家族が来ると思ってた。絶対家族が来る。いやまあ それは違うんだけど、昔小学生の時に友達に鳥越武志くんっていたんですよ。で それは俺が席座ってて前に座った、俺の前に座ってて、でその日はテストだったんですよね。テストで、でまあみんなにこのとテストが配られて、で鳥越くんがまあ前の人からテストを取るのにこうやって立ち上がったんですよ。で立ち上がった瞬間に椅子とそのこのコンココの隙間、この隙間が開くじゃないですか。で俺なんかふと思って、この筆箱があってそこに鉛筆あってすげえ尖ってて、鳥越くんがグッて腰上げたから、まあ立てたんですよね、鉛筆ね、ギャッてまんまと座るわけじゃないですか。すごい勢いでテストもらって、でギュッギュッ、でその後お尻から血出てたけど、でまた違う日に今度運動会の日があったんですよ。運動会あって、でまた鳥越くんがいたんですよ。で風船を踏んでどん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 敵を減らすっていう風な、赤と白でね。で俺は白組だったんだけど、その鳥越くんが目の前にいたから、俺急いでその鳥越くんの風船、うわ早く潰れろ、うちのチームが勝つんだ勝つんだってやって、でよくよく鳥越くんの頭見たら白で同じ組だった。そんな話、いいか、以上です。